輝く星々の間をつなぐ無人の光、真実と啓示の炎、我が存在がこの瞬間にあなたの前に現れる。すべての存在に愛と調和を広める使命を持つ者、大天使ガブリエルがあなたを導くためにここに立つ。我が声があなたの魂のささやきを高め、真の目的へと導くように。親愛なる皆さん、皆さんが生きるこの時代は新しい時代の幕開けを迎えています。それぞれの日、それぞれの瞬間が新しい可能性や機会をもたらしてくれます。過去の慣習や方法にしがみつくことで一時的な安心や安全を感じることがあるかもしれません。確かに変化や新しいことは一歩踏み出すのを躊躇させるような不安や恐怖を引き起こすことがあります。しかし皆さんの周りの世界は皆さんが気づいているよりもずっと早く変わり続けています。そして過去の状態や方法にこだわり続けることで皆さんは実際には新しい瞬間、新しい今に対する機会を逸してしまっているかもしれません。皆さんは今この瞬間にも事物や状況をよりよく変える力を持っています。皆さん一人一人の思考や考え方は非常に強力な影響を持つものです。思考は宇宙や生命のエネルギーに対するリクエストや祈りとして働きます。だからこそ皆さんの心の中で恐れや不安が支配的な役割を果たしている場合、実際に自分の人生に不安や恐れをもたらすような状況を招き入れてしまうかもしれません。確かに未知への恐れや不安は人間の心の中で深く根付いているものです。しかし全てのことを事前に知る、全てのことを予測することは不可能です。だからこそ私たちは皆さんにその恐れや不安を手放し、神聖な光、つまり愛や希望、安らぎのエネルギーに身を委ねて生きるようお願いしています。その光の中で生きることによって過去の状態や方法にしがみつく必要は完全になくなります。手放すという行為は一瞬から次の瞬間への連続的な過程を通じて形成されます。それはまさに生命の流れや宇宙のリズムに身を委ねることを表現しています。今この時皆さんはその神聖なる光、宇宙のエネルギーに身を委ねるようにとのメッセージを受け取っています。この光、このエネルギーこそが皆さん一人一人の内部で絶えず動き続ける神の存在、神の意志を示しています。この世のすべてが変化し続ける中で変わることのない唯一のもの、それはこの神聖なる存在です。これこそが皆さんが心から信じ頼ることができる絶対的な真実です。果たして恐れや疑念といった暗い感情よりも愛や希望を象徴するこの光の力、このエネルギーの方がずっと魅力的で皆さんの心を引きつけるものではないでしょうか。そして物事が絶えず同じであること、変わらないことへの強い執着こそが実は皆さんの前進を妨げ真実から遠ざけているのです。工事の存在、神聖なエネルギー、そして天使たちに皆さんが心から求めるもの、実現したい願いを明確に伝えてみてください。もし真心を持って求めれば、皆さんが必要とするサポートやガイダンスは確実に皆さんのもとへと訪れるでしょう。古びた恐れや過去の執着から解放されることで皆さんは真の自由を感じ、喜びに満ちた生き方を体験することができるのです。この真実、この喜びは皆さんの中の本質を映し出すものであり、それが神の願い、神が皆さんに望む唯一のことです。この光あふれる真実の中で心地よく生きることを願い、祈り続けてください。皆さんがどんな時も神聖なガイダンスのもとにいることを深く心の中で感じてください。古い恐れや不要な疑念を手放すための力や助けを積極的に求めてみてください。天使たちの祝福や愛が皆さんを通じて流れ、
皆さんが無条件で愛されていることを感じ取ってください。そして今日、大天使ガブリエルからの特別なメッセージを心に留めておいてください。既存の状態や過去の方法に固執することから解放され、皆さん自身の真実の中で生きるための力、神の光の中へと自らを委ねてください。愛を秘めた者よ、今我がガブリエルは去らん。されども我が祝福と愛は常に汝と共にあり、困難と戦う時、内心から我を呼べば風のごとく現れて汝を助けん。愛と光の同定、我は陰ながら見守り続けん。さらば真実の光を求める者よ。Thank you.